健吾さん、はい、試合前にね、やっぱりトレーナーとしてビデオ屋にね、行ってこう何のビデオを借りてるんかわからないですけど、ニヤニヤニヤして何のビデオ。健吾さん、あと船木さん、船木さんもね、あの後僕がフラフラついてったらね、普通に自動販売機ジュース買っちゃいけないでしょ。買うだろ、ジュースぐらい。自動販売機そこを取るなっつうんだよ、お前。しかも、格闘技の選手みんなリングに命かけてるんですよ。分かってます？はい。じゃなきゃ俺たちだってこんな協力してないですよ。もうふざけんのやめましょう。マジで。はい。真剣にやるんでしょ？本当に。明日何するんですか？じゃあまたこういうことするんですか？出してみました。練習やったこと試合で出して、それで勝つか負けるかそれでいいじゃないですか。こんなのいらないんですよ、本当に。ちゃんとやりましょう。